4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はスペシャルウィーク、スペシャルウィーク、先頭引き離しにかかる。2番手はマーブルウィンド、残り 200m、 スペシャルウィーク先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はマーブルウィンド、スペシャルウィーク独走、スペシャルウィークぶっちぎりです。スペシャルウィーク1着、2着はマーブルウィンド、これは物が違う。スペシャルウィーク。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠の筑波シンフォニー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ジェニュイン前に行きそうです。石のサンデー、それに続いています。さらには東証オリオン、13番、スケールアーチ、その後ろインターフラッグ、どうやら後方からの競馬。では前の方から、先手を取ったのは東証オリオン、黒の帽子ジェニュイン、その後ろスケールアーチ、すぐ後ろ並んで11番、桜エキスパート。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。1番人気のダンスパートナー、現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭から見ていきましょう。東証オリオン先手を取りました。すぐ隣に石のサンデー、その横にジェニュイン、すぐ後ろに桜エキスパート、その隣にスケールアーチ、その横に菅野王子。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで石のサンデー先頭に変わりました。東証オリオンほとんど差がありません。桜エキスパート3番手、ダンスパートナーいい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、先頭は石のサンデー、東証オリオン、その後ろ、その隣からは桜エキスパート、その外からは東海太郎、並んでスケールアーチ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。石のサンデー先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m。 石のサンデー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ダンスパートナー差し切った。先頭はダンスパートナー、1着でゴール。ダンスパートナー1着、2着は石のサンデー、これが2冠女王だ。ダンスパートナー